パイプは我々はダニッシュベントって呼んでるんですけども、あのラルスだね、ラルス・イバルソンがよくこの形をこう作って作ってるんですけども、それをうちの福田が、福田なりの解釈で持って作ったっていうパイプです。あのスワンに比べてね、じゃあベント、ダニッシュのベントとそのスワンとどう違うかっていうと、針がこちらは少しこうスマートなわけですよね。でその分こう手に収まる形がちょっとこう、なんていうのかな、小さい感じっていうのかな、受けるけども、手ごろな、こう見るとね、本当は迫力があるようなパイプだけども、ちゃんとポケットに入れてもね、十分持ち運びができるような形です。それからこの、ね、木目もフレームグレーン、こちらがフレームグレーン。でこちらがストレートグレーになってますしね、北米を見ても面白いと。それからバーズアイもバーズネストとバーズアイ、バーズネストっていうのは 鳥の目が何個か固まっているようなことを言うんですけど、ここでにバーズネストが見えるし、バーズアイもずっと表現されてるし、なかなかこれも珍しいパイプだ。